ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、お金の使い方が上手い人が成功するという話をしていきたいと思います。特に個人でビジネスをやっている人、副業とか、そういう形でビジネスをやっている人に、ありがちな思考なんですけど、できる限りこうお金を使わないというですね、選択をしてしまうことが多いんじゃないかなというふうに思います。でもちろんですね、お金というのは限られてますし、特に個人の場合はですね、こう潤沢に資金があるわけではないので、お金を投じてね、何かをやるっていうのはなかなか難しかったりするわけです。例えば集客をする場合に、広告費を投じてですね、広告を使って集客をするという場合もやっぱりある程度の軍資金がないとできないわけですし、外注をして何かねやってもらおうと思っても、やっぱりその外注に使うだけのお金がなければ難しいわけです。やっぱりこうお金がね途中で尽きてしまうと、ビジネスっていうのは倒れてしまうので、できる限りお金を使わないっていう選択自体はね、賢い選択かなというふうに思うわけですけども、あまりにもお金を使わなさすぎる人が多いなというふうに思います。でビジネスで大きく成果を出そうと思うのであれば、方法は3つしかないんですね。お金を使うか、時間を使うか、知恵を使うかです。お金を使うか、時間を使うか、知恵を使うか。お金を使うかっていうのは外注とかも含まれます。アウトソースして優秀な人にやってもらうというのはお金を使うところに含まれますし、あと時間というのは労力も含まれますね。お金を使わない限り、代わりに自分で全部やって労力を使って成功するというパターン。だからもしお金を使わないという選択をするんであれば、もう残された方法は2つしかないわけですね。時間を使うか、知恵を使うか。でこの3番目の知恵を使うというのはかなりレベルが高いので、一番難易度が高いわけですね。お金も時間も使わずに成功しようと思ったら、もう知恵を使うしかないわけですけど、そういう知恵が働く人っていうのは、いわゆるその天才的な人なので、普通の人はですね、お金を使うか時間を使うか、どっちかしか方法がないわけです。でお金がない人はやっぱりこうね、お金を使わずに時間を使うっていう選択をすると思います。僕自身もずっとそうやってやってきたので、別にその選択はね間違ってるとかそういうことではないんですけど、何にお金を使うのかってことをですね、しっかりと考えていかないといけないわけですね。全くお金を使わないっていうのはちょっともう成功するのはね、見込みはかなり低いんじゃないかなというふうに思うわけです。お金を使わないんじゃなくて、何にお金を使うのかっていうのをしっかりと考えるということです。だから使うべきところではしっかりと使うわけですよ。例えばお金を使わずにビジネスをするっていうのはですね、基本的に普通に考えたらおかしいっていうのがね、こう個人でビジネスをやってるとそういう感覚ってなかなかわからないんですけど、もっと大きな規模の会社で考えてみたときに、お金を使わずにビジネスをね、うまくいかせるってありえないんじゃないかなっていうふうにね、大きな規模で考えると分かると思うんですよ。例えば自分が会社を経営していて、お金を使いたくないからってね、設備投資もせずに、ね、商品のそのクオリティも上げようとせずに、あるいは優秀な人材を雇おうともせずに、あるいは広告とか宣伝とかね、そういうものにも一切お金を使わずに、全部ね、その今の状態でやろうと思っても、ビジネスがね、拡大していくことってないと思うんですよ。って言って、だからどこかでやっぱお金を使って優秀な人材を入れるとか、設備投資をしてね、その生産効率を上げたりとかしたりとか、あるいはその商品の質を上げるためにね、その原材料とかそういうものを高いお金を払ってね、クオリティを上げるとか、何かしらのどっかにお金を使うと思うんですよ、普通は。だからビジネスを拡大したいんであれば、お金を使うっていうのはね当たり前なんですけど、なぜか個人でやってるとそういう感覚にはならないんですよ。その何にお金を使うかっていう選択基準じゃなくて、お金を使うか使わないかっていう選択基準で考えてしまうわけです。そうすると、さっきも言いましたけど、お金を使わない、時間を使わないってなると、もう知恵を使うしかないわけですよ。でこの時間と知恵を使う場合に、知恵が働く人はね、短い時間で成果は出るんですけど、知恵が働かない人はもうひたすらこう時間を使うしかないわけですね。
だからこそやっぱりなかなか成果が出づらいと。特にこの1万時間の法則っていうのがあったりとか、成功曲線っていうものがあって、その大きくブレイクスルーですね、成果が出るまでっていうのはもう膨大な時間がかかるわけですよ。しかもそこまでは本当にね、全く成果が出ないみたいな状態がずっと続くわけです。だから大半の人は途中で心が折れて諦めてしまうということなんですけど、じゃあその成功までの時間どうやってね縮めるのかっていうと、もうお金を使うしかないわけですよ。で、何に対してお金を使うのかってことなんですけど、これはもう言うまでもなく自己投資です。自分自身のレベルを上げていかないと、ね、やっぱりこう大きな成果を出すって難しいわけです。もちろん方法としては何かねツールを買ったりとかってのもあるとは思うんですけど、一番費用対効果がいいのはやっぱり自己投資なんです。でこのお金の使い方がうまい下手っていうのは、やっぱこう人生全般にも大きく関わってきていて、その、まあ、いわゆるお金持ちと言われる人たちになれない人たちっていうのはどういうものにお金を使ってるのかっていうと、いわゆる消費とか浪費とかそういうものにお金を使ってるわけですね。リターンが得られない、むしろそのお金を食うようなものばっかりにお金を使ってしまう。浪費ってのは分かりますね。無駄遣いだからそういうものにお金を使ったら、まあ、お金が減っていくっていうのは多分分かると思うんですよ。じゃあ消費って何かっていうと、まあ例えば日常的なものとかね、浪費まではいかない、その衝動買いとか無駄遣いまではいかないけども、特に何のリターンもないものとかね、そういうものにお金を使うのは消費っていうふうに言います。で、例えば100万円自分の手元にあるとして、そのまあ成功できない人とか経済的に豊かになれない人って何に使うかっていうと、例えばブランド品を買ったりとか車買ったりとか、そういうものを使うわけですね。でブランド品はまだしもこう車とかって維持費もかかるじゃないですか。だからそのお金を使うことによってさらに、まあ、いわゆる金食い虫状態になるわけですよね。その車を維持するために余分なコストがかかってしまう。だからお金ってのは減る一方なんですよね。でもうまくいく人っていうのはその100万円を使って投資に使うわけですよ。何かに、まあ、投資をしてそこからリターンを得る。例えば家を買うにしても、100万で家買うってちょっとないと思うんですけど、仮に100万で家買えるとした場合、普通の人はマイホームを買うんですね。でローン組んでマイホームで、ね、毎月払うみたいな感じなんですけど、お金持ちになる人は家を買って人に貸すんですよね。そうすると毎月家賃収入が入ってくる。もちろんそのペイするまではね赤字になりますけど、ペイしたらその毎月ね一定額の不労所得が入ってくるわけですよ。そこが大きく違うわけですね。マイホームにすれば金食い虫になるけども、人に貸せばそれが、まあ、一つのね不労所得のキャッシュポイントになるわけです。そういうような感じで、やっぱりお金持ちになる人っていうのは投資に対してお金を使うわけですね。で僕たちがそういう不動産投資とかそういうものをするのは現実的じゃないので、じゃあ何に投資するかっていうと、やっぱり自己投資なわけですね。自分の知識とかノウハウとかね、スキルとかそういうものにお金を使ったりとかするわけですね。100万円あったら車とかを買うんじゃなくて、例えばセミナーに参加するとかね、コンサルを、まあ依頼するとか、そういうことをすることによって、その100万円が500万円とか1000万円とかにね、化けるわけですよ。だこのお金の使い方をどういうふうにやるのかっていうのが、やっぱりその得られる結果に直結するわけですね。そもそもそのお金を使わないって、絶対にお金を使わないんだっていう発想でやると、まあ、成功の確率はかなり低いですし、しかも成功の結果が出るまでの時間がより一層長くなるわけですね。だからどっかでお金は使わないといけないわけですけど、その使いどころ、何に対して使うのかっていうと、やっぱり僕たち個人で言うならば、やっぱり自己投資が一番、まあ、リターンが大きいし、費用対効果もあるわけですね。無形商品、まあ、そういう僕たちが、ね、取り扱っているような無形商品、コンサルとかもそうですけど、そういうものって形がないから、そういうものに対してね、10万、20万、100万とか払うのは馬鹿げてると思うかもしれないですけど、そこでやっぱ知識とか経験とかスキルが身につくわけですね。だから単純にその成果が出る出ないっていうことだけじゃなくて、そこでレベルアップするわけですよ。そうするとそれが後々に生きてきて、次の大きな成果につながったりとかってあるわけですね。だから全くその得るものがゼロではないんですよね。そこで得た知識や経験を生かして、次のビジネスとかをねうまくいくことにつながることもあるわけなんで、全くゼロなわけじゃないんですよ。で、車を買って人生変わるかって言ったら多分変わんないですね。車とかブランド品を買ってもおそらく人生って変わんないんですけど、自己投資をすると人生って変わるんですよ。仮にそれがまあ100万じゃなくてもいいですよ。50万とか20万でもいいじゃないですか。そういう自己投資をすることによって、例えば収入が倍になったりとかね、したりとか、何か新しいチャンスをつかむことができたりとかしたんであれば、その50万、20万っていうのはものすごく大きな価値を持ってるわけですね。
車に100万払っても100万円分の価値しか受け取れないですけど、自己投資にね100万払ったら、ひょっとしたら10倍とか100倍のね価値、年収が1000万とか1億になったらね、10倍100倍の価値になって返ってくるわけじゃないですか。だそういうところにお金を使うっていうのがすごく大事なんですけど、やっぱりもう絶対にお金を払わないんだっていう発想を持ってると、なかなかそういうものに対してお金を使えない。特に、物質的価値がないもの、無形商品、ね、お金を使うなんてもったいないっていうふうに、ね、考えて、もうなんとかね金かけずに自分でやろうっていうふうになるわけです。でもやっぱりその経験も知識もない状態、まあ、素人が、ね、自分の力でやろうとしたらやっぱりいっぱい失敗することになるし、成功するまでもものすごい時間がかかる、っていうことになるんで、まあ成果が出るまでに心が折れてしまうっていう結果につながりやすいということです。なので、このお金の使い方をですね、まあ、上手にするっていうのも大事ですし、そもそも絶対にお金を使わないんだって発想は捨てるべきです。使うべきところにはお金がなかったとしても使った方がいいんですね。借りてでも使った方がいいです。アマゾンだって起業してからね、5年かそれぐらいだったと思うんですけど、ずっともう何億っていう赤字を垂れ流してたわけですよ。でお金って後から取り戻せるんですよね。だから借金してでもね、自己投資をして、それで後でペイできれば全然いいわけですよ。でも借金は悪だとかね、もちろんあんまりしない方がいいですよ。それはしない方がいいけども、それでそれをもうビビって払わないとかってね、選択をすることによって結局今の状態がずっと続いて何も変わらないと。でもそこで一時的にねお金がマイナスになっても後から取り戻すことができれば、その借金って全部チャラになるわけですよ。でも全部自力でやろうと思って5年10年かかってね、そこからじゃあ時間取り戻そうと思っても取り戻せないですね。人生って本当限られてますからね。人生80年100年だったとしても5年10年って貴重な時間ですよ。でどっちを使うんだっていうふうに考えると、やっぱりお金を使った方が楽なんですよね。だからそのお金の使い方、全くお金を使わないっていう発想をまず捨てて、何に対してお金を使うのかっていうのをしっかりと、まあ、自分の中でね、決めておくっていうのはすごく大事になってきます。